はい、どうもジョンさんです。今回の国家読書解析は亀梨和也さん。こちら亀梨和也さんの国家読書を解析編集してみたいと思います。それでは早速亀梨和也さんの国家読書をお聞きください。はい、ということで亀梨和也さんの国家読書をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。それではですね、早速解析画面の方に行ってまいります。はい、これが亀梨和也さんの国家読書を解析した結果となります。まず基本的にすごく素直に歌われていましたよね。こちらですね、初めて見た方のために、こちら下のこのオレンジ色の塊が音になってます。下にある塊ほど低い音程、上にある塊ほど高い音程となってます。そしてですね、今回の場合は亀梨和也さんの今回の国家読書はキーは C で、Dの音から出てますね。ドレミのレから出ています。前ですね、同じですね、ジャニーズ事務所、まあ元ですかね、中井さんと同じキーになってますね。非常に男性としてはまあ一般的、多少低いかなとは思いますけれども、まあ元キーというかですね、よく音楽の教科書とかに最後に載っていたのはこのキーですね。今までこのシリーズで解析した解析結果はこちらとなります。こんな感じですね。かなりね、混み合ってまいりましたけれども、亀梨さんここ中江さんと同じキーになってますね。ジャニーズ事務所はキー C で行くようにみたいなね、あんのかな、波長調。まあ分かりやすいキーですよね。発声としてはチェストボイス、この普通の通常の喋り声と同じチェストボイス、まあ、地声というやつですね。胸の響きを生かした地声で歌っておりますね。ミックスボイス、ヘッドボイス、さらに上の発声方法は必要ない音域となってますね。それでは見ていきますね。亀梨和也さんの国家読書、まずは君が代は。まず君が代はで、これですね、基準ピッチは多分そのここに出てくるまでの間にピアノとか鍵盤でレの音を出して多分確認してきたとは思います。もしくは亀梨さんもね、当然歌い慣れてるとかですね、ボーカリストですので、このレの音はね当然覚えていて、もっと前に練習しても喉が覚えているので、このキーで出れたと思います。ただですね、最初だけですね、ちょっとキーが不安定になってしまいましたね。ですが結構ですね、素直に歌われているので、多分聴いている感じでも問題はそんなになかったんじゃないか。ちょっとね、緊張感は伝わってきたんですけれども、なんか非常にいいですよね。緊張感は伝わってくるんですけれども、すごくこの君が代をですね、変に装飾することなく歌おうというですね、この姿勢がかっこいいですよね、すごくね。全般的にそのまあしゃくり上げるというかですね、このいう感じで出してますよね。最初のところはねちょっと揺れてるんですけれども、ビブラートではなくて、カメラさんもそんなに多分大きな体じゃないのに、結構ですね、胸の響き生かして太い声で歌っていますよね。少しだけ緊張してね、全体的に下目なんですけれども、中盤以降ね持ち直すんでね、ちょっとやっぱり最初緊張感が強かったですよね。このちょっと音程のフレとかも多分緊張感からだと思いますね。ビブラート等ではないので。ですがですね、ここから、フランから取り戻してきましたかね。
八千代の矢ですね。この矢すごくねいい響きが出ましたね。ミックスボイスでもないんですけども、まあどちらかというとなんかチェストボイスとかねミックスボイスとかあまり分ける必要はないんですけれども、矢が綺麗に出せたのでこれからなんか取り戻したというかですね、本来の亀梨さんのなんか少しですね緊張が取れたような感じはしますよね。これはなんか僕がそのボイストレーナーだからとかではなくて、多分皆さんもね多分緊張感とかは分かると思いますので、また少し緊張感はある感じですね、この感じね、最初はね。このレの音がしっかりと響きの良い声で出たので、ちょっとミックスボイスっぽいですけどね、通常であればここら辺 E の上ぐらいからミックスボイスは出てくると思うんですけれども、そうですね、やっぱりこの矢から綺麗な響き、本来の亀梨さんのねいつもの綺麗な歌声の感じが出てますよね。そしてさざれ石のさざれ、結構低くて難しいですね、ここのパートはね。石のここはもう完全に取り戻しましたよね。石の脳をビブラートかけてますね。結構ですねこれ喉の奥の方を喉の奥の方をリラックスさせて出すビブラートですね。石の最初ちょっとかけて一旦止まってまたかけた感じですよね。緊張感がねすごく強かったと思うので、喉の奥を解放させてリラックスさせて出すビブラートですね。綺麗にかけられてますよね。少しだけなんかちょっと止まってしまったのがね惜しかったですね。でも綺麗ですよビブラート、ここから結構かけてましたね。岩音なりて、やはり亀梨さん基本的に歌唱力が素晴らしいですね。ここも取り戻して、ここも最初かけようと思ったのかな、でも短いパッセージだったので、ちょっとでも和も少しかけてますね。とはこの力抜きながらすごくいい響きしましたね。力を抜きながらビブラートもかけてきましたね。この短いパッセージのねこの短い音符の中にすごくうまいですね、かっこいいですね。しかもと発生してからすぐにビブラートかけましたね。喉の奥の方のビブラートなもかけましたね、最初からね。な力を抜きながら出してるのですごくうまいですよね。ここら辺も素晴らしいですね。このビブラートのかけ方とか表現とか、こう岩尾となりてのこの表現方法が素晴らしいですね。そして最後の苔の娘まで、苔の娘まで、これもやっぱり素晴らしかったですね。緊張感も解けて、まあ短い曲なんでね1分もない曲ですよね。まあ曲というかですね1分もないですからね。これミュージシャンって大体そうなんですけども、最初の曲ってなかなかやっぱ緊張して本番なかなかね CD 通りとかには出せないんですよね。リハの時なんかもそうなんですけども、私もサポートミュージシャンとして入ってるとボーカルにとってやっぱり最初全然声出てないですもんね。当然最初は声出てる必要はなくて、リハからだんだんと声を出していって本番に向けてね、やっぱり声っていうのは消耗品なので、その中でこのね君が代だけ歌って帰るっていうのはすごくね難しいんですよね。でこれが2曲目3曲目とかであれば全然違うんだけれども、これだけ歌ってね礼して帰るみたいなすごく難しいですよね。その中でねこの曲の中でしっかりと亀梨さん本来のこの口の中の響きとか胸の響き、なんかいやらしくない響きですよね。とても爽やかだけどもしっかりと胸の鳴りが出てて口の中も響いていて、そしてこのビブラートやっぱりうまいですよね。綺麗な振り幅だし、真ん中のね線がしっかりと真ん中の中心線が見えて綺麗ですよね。ここのうまいですね、ここすごくうまいですね。この力を抜いてビブラートするのすごくうまいですね。でも少しかけておりますよね。最初だけねちょっと緊張してしまったので、緊張感がねすごく強くですね、この聴いてる方側からすると感じてしまったんじゃないですかね。少しだけ最初のその緊張感でちょっと音程がね下面に出てしまったのを少し直すとすると、君、そうですね、ここら辺最初ちょっと音がね難しかったですね。
高いところと低いところがね出てしまいましたけど、ここちょっと低くなっちゃいましたね。こうやって音程補正してるように見えるんですけども、やっぱ元の声がねとても良いので編集もしやすいし、そんなにねそんなに編集する必要ないと思います。ここはなんか余裕持ってもう出してますもんね。素晴らしいですね。素晴らしいですね。やっぱり元の声が素晴らしいですね。亀梨さんすごくなんていうかですね、ジャニーズ事務所っぽくないというかですね、いやらしくない感じの歌い方しますよね。素直に歌ってますよね。ここ素晴らしいですね。ここの落とすとこやっぱかっこいい。それでですね、まあ修正といってもですね、若干ですねこの基準ピッチ等で全体を動かしたぐらいなんですけれども、修正後聞いてみてください。そうですね、亀梨和也さんの国歌独唱ですね、解析編集してみました。非常にやっぱりですね元の声が素晴らしいですね。艶のある音でありながら、そんなにねすごく太くはないんですけれども、しっかりとですね良い心地よいぐらいの心地よい太さで温かみのある声、そしてやっぱり響きとてもいいですね。口の中、やっぱり喉、何回も言いましたけども胸の鳴りとか喉の響き、そして口の中での響き、鼻とかの響きもなんかちょうどよく、いやらしさみたいなものがないですね。それでいながらツヤがある、この音程が下がっていくときに力抜いてビブラートかけるのがすごくツヤっぽくて、これ結構一級品にうまいですよね。それでいて音程がねあまり下がらないというところで、非常に素晴らしい歌唱力の持ち主ですね、亀梨和也さん。そんなですね亀梨和也さんの国歌独唱ですね、お届けしてみました。またですねリクエスト等ございましたらコメント欄かメッセージいただければと思います。ジョンさんがお届けしました。お疲れ様です。